こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。概要欄から LINE の友達も募集してます。私の方から直接お話をさせて返信をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録の方お願いします。はい、では今日はですね、絶対 NG、 既読スルーされてしまう LINE の内容というお話をさせていただきたいと思います。で、既読スルーって本当に悲しいですよね。私も全然されたことありますけど、やっぱり、自分が送ったら相手からの反応欲しいって思ってしまうのって、人間誰しもね、好きな人だったら特にあると思うんですよ。で、男性の方が比較的優しいかなとは思うんですけど、だからこそ女性がね、既読スルーされるとめっちゃ悲しいんだけど、でも男性も悲しいと思うんですよね。じゃあどういう風に送ってしまっているから既読スルーされちゃうのか、そのね、3つ、これは既読スルーされやすいよっていうのがありますので、今日はお話をさせていただきたいと思います。まず1つ目、私がよく言ってるやつですね、俺通信です。俺通信っていうのは、例えば今日何々してきたよとか、自分の今日の話、自分の昨日の話、自分の気持ちとかを女性に送りつけることを俺通信と言います。で、付き合ったら俺通信ね、女性は大好物なんですけど、付き合う前は、大嫌いなんですよ。でね、女性って本当に面白いんですけど、好きになる前と好きになった後ってもうガラッと気持ちが変わるんですよね。なので、その好きになる前に俺通信をしてしまうとすごく嫌われてしまいます。っていうのも、別に付き合ってない男性の、今日何をしたとか、今日何を感じたとかっていうのは、女性からしてみると、あ、なるほど、 OK、 はい、終わりみたいな感じで、別に興味がないことなんですよね。しかも女性っていうのは興味を持ってほしい生き物なんですよ。安心安全を求める生き物なので、男性から興味を持たれることで安心するんですよ。あ、私好かれてるなとかって言って安心をするんですよね。で、安心を与えてくれる人にとって、好意を持っていくっていう流れなのに、僕に興味持ってってやられてしまうと、なんで私が興味持たなくちゃいけないのかなっていう風に思っちゃうんですね。で、俺通信っていうのは、あなたの、内容、やりたいことがやったことなので、別に、女性が興味あることではないんかったですよね。もちろん興味あることなら OK なんですよ。ただ、今日、天気、ゴルフ中止になりましたとか、ゴルフ行くこともまず知らなかったし、みたいな。それを言われたところで、ああ、そうなんですか、以上、みたいな風になっちゃうので、俺通信は全然悪いね。俺通信が悪いわけじゃなくて、俺通信だけが悪いんですよ。ね、例えば今日ゴルフ中止になっちゃいました。雨だけど何々ちゃんは何してるんですか？今日は何かするんですか？お出かけしますか？とか、そういう風に相手にも興味を持つような内容をプラスアルファすれば全然 OK なんだけれども、ただ自分がこうだったとか、それだけだと、俺通信だけだと嫌だなって思われちゃうので、必ずね、俺通信したい時は相手にね、質問とかも投げかけるといいと思います。そして2つ目、スタンプだけ。よくね、こういうね、G みたいなスタンプをね、送る男性多かったりするんですけど、いきなりスタンプを送られても、これもなんか反応してよっていう風に、文字を書かずに、相手からこう、ね、アクション、リアクションを求めている。しかも、で、こっちはスタンプだけなのに、相手からなんか言葉が欲しかったりとか、そういうね、深層心理の表れが出ちゃったりとかするんですよね。で、言葉を書いたりとか、返信するのに、やっぱりアクションが必要になっちゃって、で、スタンプだけっていうのは、もう何をして欲しいのか、女性も分かってても、分かったふりをしたくないというか、なんか労力をわざわざなんでこっちが書けなくちゃいけないんだろうって思われちゃう場合があるんですね。で、スタンプだけが悪いね、のでスタンプが悪いわけじゃなくて、スタンプ押したら必ず、何々、どうみたいな、元気とか、そういう風に質問をプラスアルファしてあげるといいと思います。そして3つ目、お天気だけですね。お天気の話ってやっぱね、しやすいと思うんですけど、今日晴れてるねとか、今日曇りだねとか言われても、あ、そうだねって思って終わりになっちゃうんですよ。で、相手に質問を先に
させないことがポイントだと思います。で今日雨だねだけじゃなくて、だけが悪いんですよ。雨だね、あなたはどうっていうふうにちゃんと自分から質問をしてあげる。全部そうです。俺通信もスタンプもお天気もそれだけが悪いんですよ。そのだけ送るから良くないわけで、それたんね、それ自体が悪いわけじゃなくて、それだけで送るから良くないっていうことなんですよね。なので相手に先に質問をさせない。自分からちゃんと相手に興味、相手の女性に興味ありますよって言って質問をしてあげることがめちゃくちゃ大事です。はい、じゃあおさらいしますね。まず1つ目、俺通信だけ。そして2つ目、スタンプだけ。そして3つ目、天気だけ。このね、なんとかだけっていうのは本当に既読スルーされてしまいます。ちゃんと返信が欲しかったら自分から相手に興味を持って質問をしてあげるっていうことを心がけていってくださいね。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロンの友達を募集してます。こちら私からね、直接 LINE 返事させていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。メルマガ、LINE、メッセンジャー、オンラインサロン、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。